小沢、ここ相川ですね、神奈川県ので、何をしに来たかっていうと、ですね、相模川を見に来ました。なんかね、川みたいなと思ったんでね。で、今から相模川を見て、まあ、歩きながらささっと見るだけなんですけど、見て、神奈川県の海老名駅まで歩きます。 Google だと14キロぐらいですかね、あの川の方歩くな。じゃあちょっと歩いていきます。ここであの諏訪神社のようですね。で、ここの信号を渡る。はい、相模川ので橋、結構車の通りは多いですね。はい、ここから眺めるぐらいのつもりです。水は綺麗だな。いや、太陽もいい感じですね。今お昼の12時半ぐらいですね。子供の日とかだと鯉のぼりとかがすごいですね。そこでそれで有名。あとは普通にバーベキューとかもよくやってるかな。ですね、相模川の方はもう歩けなくて、こっち側来たらですね、はい、とても歩道という歩道はなくて、ちょっとこちら側をね歩いております。ずいぶん歩きにくい。いやあ、びっくりしたというような感じで、こちらに引っかかったりもするような道でございます。こっちは降りるのが大変そうだし、こっちか。うわ、でももうないな、歩道、白い線がない、白線がないぞ。これ困りましたどうするかちょっと考えます。ここの下りをトトトって降りてきました。ちょっとね、車道はであろう場所だったんでやめておきました。こっちで正しいのかな、多分。これはなんだろう、ここを歩きましょうみたいな線なのかな、ちょっとよくわかんないですけど。さっきの道ずっとまっすぐ歩いてきて、もうちょっとあっちの方だとたこ揚げとかもできそうですね。で、なんかここら辺は結構もうボーボーで、ここにはなんかね普通に歩いていけそうな道があるんけど、何に繋がってんのかな、川近くに見れるのかなーっていう感じで。で、こっちが2本道分かれて、こっちは結構石が多いな。で、一応ね、あ、こっちは石通りだな。こっちの道に行ってみます。それで行ければ。で、やっぱあっちはほらもうあれですね、ガードレールもあるし、完全に車道用の道ですね。もう歩道てか歩く人は完全にこの道来ないとダメだったわ。だからさっきのところで変なところでね下がらず、なんだっけ、グランドみたいなところがあるから、そこを突き進んでいけば変な降り方もしなくて済みますね。こっちの道で正しそうですね。はい、もう川なんて一切見えん、あっちに見えるぐらいだな。ですね、さっきまっすぐ歩いて、私が歩いた方ではなくて、あの左側の石が多い方の道だと、あれですね、多分釣りができる場所に繋がってるっぽいですね。こちらね、トイレ。あ、でですね、ちょっと開けてみる？誰もいないかな？和式ですね。で、これ手洗いがこんな感じで、ここをね、ピュッてやって使う感じですね。さっきの道ずっとまっすぐ歩いてきて、あのトイレからね、で、また野球のグラウンドとかあって、まあ、最終的にこのね道登るんですけど、今ちょっとね川が近いので、もうちょっと近づいてみようかなと思い、わわわ滑りました。さあ、いかがですか。めちゃくちゃいい、静かにね皆さん楽しまれてますよ
ね、カモもいたり、静かに時間がね過ぎ去って、いいですね。何が釣れるかちょっとわからないですけど、ちょっと今ね話しかけるのもちょっとあれなので、さあではね、私は、今行ってたそこのね、あの上田道を歩いていこうと思います。まだまだですね、まだ相模川だから多分全然まだ進んでないですね。この道はちょっと行けなかったんでね、こっちの道をね3分ぐらい予定では歩きます。ちょっとね、あのビデオ、ほんと車の通りが多いのでね、ビデオも止めたいと思います。集中して歩きます。あ、ここにちょっと登ろうかな。はい、では 歩きなかった終わり。さっきの道でまっすぐ行って、まあなんか途中他の人もいたんですけど、で今ちょっと行ったらね、このもう歩道があるので、あんまり怖がらずにね歩けそうです。いや、よかったよかった。そのまっすぐ来て、このファミマがあったらまたね、こっち歩道ないので、ここのね道があったんで、こっちに行って、あっちのね住宅街の方に行きます。厚木シティ、厚木市と書いてあります。ということでね、厚木に入ります。ふう、まあね、意外と全然進んでないっていうね、ちょっと道もややこしかったりして、この道はですね、やっぱりなんかねガードレール的に歩道がなさそうなんで、やっぱりこっちの道にしてみました。なんか道があったんで、ただ途中で左とかに曲がれるのかがわからないよね。まあね、無駄な時間になるかもしれないし、ラッキーこっちの道行けたぜってなるかもしれないルートになりますね。この高速ね結構新しいんですよね、だからすごい綺麗です。ですね、さっきの道まっすぐ、あのここまでは来れたんですが、さあ見てください。今見えてるのかな、もうねダメですね、この袋小路ですね。あの歩道やっぱ結局ないので、こっちの道に行きます。で、こっちまたまっすぐ行って、左行って、ね、バイパスら辺に着くみたいなんでね、そこら辺までもうこのね道で行きます。ちょっと遠回りになりますね。で、一応 Google だと、まあ、この道通ってないんですけど、あと 9.6 キロなので、ちょっとまあここが 9.8 ぐらいになるのかなとなります。まあ予定よりもね、どんどん歩く距離が増えておりますが、まあ頑張りましょう。この道ずーっとまっすぐ上がってきて、こちらにね、道があって、多分バイパスですね。でも行くのはこっちのトンネルの方ですね。うん、さあデカデカトンネルの方へ行ってみましょう。ちょっとね、せっかくのトンネルなのでね、声を出したいと思います。あのね、短いですね。あんま、なんかいつももうちょっとなんか、こういうとこって、あーって続くイメージなんですけどね。ここは、はい、短い。うわ、なんかすっごいな、光が。実際ね、ここら辺車止まってたりするのに、全く見えないですね。あ、こうやってやると見える。あー、面白い。こうやって、あ、え、面白いですね。こうやってやると、世界が見える。先の道、トンネル過ぎてね、まっすぐ来たら、なんとなんと、やっとついんですね。何が嬉しいって、歩道があります。歩道かこりゃ。ちょっと下の道入るけど、歩道。ですね。これ、歩道があることがこんなに嬉しいとき、初めてかもしれない。この一瞬だけで、またね、歩道がない道に入りました。なんとまあ、で、車来てないんで、映してます。はい。で、あそこに橋あるんですけど、見えるかな？あそこまで歩いて、次は、まあ、右とかなんかね。まあ、あそこまで行けば多分、歩道もあると思います。さっきの道、まっすぐ来ると、この、越智神社っていうね、越智神社前っていう交差点になるんですけど、があります。で、こっちは行かずに、まっすぐです。ちょっと青信号。左手にはね、また相模川があります。まっすぐ行って今日本線を変えた右側ね道を通ります。でこのガッツムービングというね、ガッツムービングサービスっていうところね、この道を通るとのことです。
あの Google 様がね言ってるのでね、っていうこと聞きます。ここからあと 9.1 キロ、1時間50分と言っておりますね。さっきねおにぎり食べたんですけど、ちょっとお腹が減ってきてます。この道をねまっすぐ歩いてきて、まあこれがねいつまであるかわかんないですけど、この看板があるところで左と Google 様は言ってます。ここを行って、ここ入るとか、ここ？ピモス？なんだろう、あそこ保育園かな？なんか、かわいい扉。結構新築。あ、まだ住んでないな、これ。買いたい方。で、ここら辺も入居者募集してますね。で、ここ。ちと、Google 様は行ってますね。ほうほう。なんかこの、ちょっと斜めっぽい道をね、歩くみたいです。はい、さっきのね左手公園の道をずーっとまっすぐ、そんなずっとでもないですけど、まっすぐ歩いてきて、このね2本道があるんですけど、その右側を歩いていきます。もうねこっからはずっとまっすぐみたいですね。ザ自然とか畑とかをもう眺めながら歩いていくようになりますね。うん、まあまあこの辺ならほんと人も歩いてないからね、いろいろと歩きやすいです。何分間だったかわかんないですけどね、ずっと左手に畑を見て歩き続けました。まあねちょっと畑続きます。今日ね多分もうちょっとでね畑は終わりそうなんですよね。ちょっと微妙だな。あね結構ねもう何も耕してないとこが多いですね。ここなんかフライングなんとかって書いてあって見えますかね。ほら飛ぶっていうのをができる場所っぽいです。ちょっと見えました。ヘリコプターっぽいのかな、飛行機っていうんですかね。なんか今もうあの車台したから、まあ、5、6台なんか準備してます。あーね、あんまドアップにできんから来たーけど、すっごいもう遠くすぎて、あれ映ってるっていうぐらいですね。ちっちゃい、映ってない追いつかないビデオは。面白い、すっごい高さまで行ってますね。おお、急降下、面白い。わかります、ここら辺にいるやつっていうのもねできる場所っぽいです。綺麗なのでね、ちょっともう一回写すことにしました。うん、ね、この水のスピードもいいですね。この時期じゃなければ入ってる人とかも多そう。そんなに多分深くない気がするので、テントとかね、やっぱ出してる人もいますね。これ見えますかね、タコが。だからタコ揚げの大会とかなんか、あったりもするらしいです。下から見るっていうね。全然ねここら青い看板にもね海老名はね全然書かれてないですね。座間とか羽田ぐらいです。さっきの道ずーっとまっすぐ歩いてきて、まあそこにね信号があるんですけど、横断歩道があるのでここを右に行って、そこにある橋を歩きます。そっち側にねあの橋に行く道があるので、ぐるんって回ってあっち側へ行きます。あと3キロぐらいみたいですね。残り少ない、よっしゃ。さっきのねここ信号を渡って、ここの階段上がってまっすぐ来て、この道ですね。新相模大橋ブリッジ、なんで英語読んじゃうのかですね。はい、で左側に、相模川が相変わらずですね。はい、残り少しです。あっち側は
かってませんけど。いやあとちょっともうちょっとね、モンスターズインクを思い出させるね、やつを左手に見たら看板があります。でなんかね、 Google マップ的には実際右側ね歩いてた方が良かったっぽいですね。ちょっと私も左側歩いちゃってたんで、そこは合わずでですね、この青い看板が来まして、まねさんにこの白の看板なんて書いてあるか見えますかね。さあ来ました、エビなし、イエーイ。さっきあのエビなしの看板見たとこをちょっとまっすぐ進んで左でもこうやって U ターンしてこっちのね道に出ていきます。そしたらこのねホテルがあるんですけど、こっちのまっすぐ行かずに左手ですねの側に歩いていきます。はい、ちょっと車通りも多いので、ね、気をつけてください。今の道まっすぐ来たらこのね一つの道に分かれるんですけど右です。こんな感じのねところを右に行って、このパーカーコーポレーションがね左手にあるんですけど、まあ、っすぐ行くとこのね、東海という会社があって左で、まあこれはねもう一本道しかないので、ここを右に曲がります。ふう、残り少し、あと20分ぐらいですね。ダンダダーンってで、さっきの道、右行ってまっすぐ来て、こちらを左ですね。で右らしいんですけど、あそこの橋みたいなところね渡ってから右かな。さっきの道こうやってまっすぐ来てで、ここのね、まあ、ちっちゃな橋があるんですけど、そっちに行かずにここをね歩きます。川を見ながら、そっち側のね道だとね人はあんま歩けないですね。なんでどっちにしろこっちがベストです。でちょっとまっすぐ歩いてもうちょっとしたらまた右か左、多分左かなに向かって歩きます。公園があるんですよね右手に。でそのまままっすぐ歩いてここにね、ちっちゃな通りがあるんで、そこを左に歩くと、ここ、また、ここはね、何の川なんだろう。ここを左。で、まっすぐ歩きます。さっきの道まっすぐ来て、ここね、右行って、おー、空港めっちゃ車通りますね。危ない。なんかスリランカ料理屋さんがね近くにあるっぽいな。こっちまっすぐ来て、ここで左です。でこっからはもうずっとまっすぐですね。そしたら右手にララポートが見えるね。そこを右に曲がると。ここ信号の左側にマクドナルドがあります。もうマクドナルドが見えたら完璧。もうそこをずっとまっすぐ歩きます。さっきの道をまっすぐ来てこちらに、ララポートがねあります。はい、ここを右に行って、もう駅に着きますね。ですね、今ここで、はい、海老名駅に到着ですね。まっすぐ歩くと、小田急線、右に行くとか、まっすぐ行って右で、終わりです。ではでは、終わりです。